はい、皆さんこんにちは、チャンネルスプリチョンシューさんです。今日はね、なんでね、こんなところで撮ってるかというと、今日ね、6月22日、夏至なんですけども、太陽のエネルギーが高いということで、太陽を撮りに来たんですけども、ちょっとね、めっちゃ曇りなんでね、ちょっと太陽持ちなんで、立面をね、撮影していきたいと思います。本当ね、ちょっと撮る予定じゃなかったんで、ちょっと音声とかね、その風とか入ったらちょっとね、変な音とかするかもしれないんで、まあ、そこはね、ご了承ください。はい。まあ、立面というのはね、まず何かっていうのを説明すると、その気功法なんですよね。この立念というのはまあ何かというと、もともとね、武術の、鍛錬方法なんですよ。まあ、内功って言って、その内部のね、まあ、エネルギーを高めて、まあ、攻撃するっていう、まあ、拳法のうちの一つですね。まあ、その、まあ、経意拳の流れを組む、その意見っていうね、その王光祭っていう人が、世に広めた、拳法があって、まあ、その練習方法です。はい。だからその、もともと武術、の、その練習なんでね、その、結構空手の人とかね、やってる人とか多いですね。はい。もうこれがね、結構ほんとメジャーな気功法のうちの一つで、やっぱね、僕の、その、まあ、練習方法の中でもかなりね、まあ、重要な、方法だと思ってます。じゃあね、ちょっと今から、立念やっていきたいと思います。まずはね、その、まあ、どういう感じでやるかというと、このね、こんな感じで、ちょっと腰を落として、手をね、その向かい合わせにして、ここにね、何か木をね、抱くような感じに、こうね、腕をね、こう丸い感じしますね。こうね。はい。こういう感じですね。まずね、まあ、大事なのは、その手ですね。はい。まあ、その力の入り具合なんですけれども、やっぱりね、こう、ビャッてね、力を入れるんじゃなくて、ダランってなるのではなくて、こうですね。このね、加減が難しいんですよね。あんまりこう力が入りすぎると、こうね、肩がね、ビンビンに張って、やってみたらわかるんですけど、結構10分も持たなかったりするんですよね。こんなになっちゃうんですよ。肩がね、力入りすぎちゃって。でもこう力抜いてね、やってると、結構ね、まあ何十分でも立ってられるみたいな、ね。そういうね、まあもちろんね、何年もやるっていうことは必要なんですけども、結構ね、この力が入りすぎてね、それでね、こんなになってね、嫌になってやめる人が多いんで、まあそういう人たちのためにも、そのね、まあポイントとか、まあこの普通のね、立念こうなんですけど、違うね、まあ立念とかもあるんで、それもね、教えていきたいと思います。ではね、その基本はね、ちゃんと覚えてる必要があると思うんで、まずね、基本の立念を教えていきたいと思います。はい、でね、あと肩の力抜く方法なんですけれども、それはね、頭の上からね、なんかこう何か、引っ張られてるようなね、感覚を持つんですよ。でね、自分がね、こうなんか服、ハンガーに服をね、かけられてるような状態な感じで、そのままね、肩をこうね、ストンと落としてください。はい。で、この状態でね、手をね、上げます。はい、あとね、その、指ですよね。その指と指がね、こう、木でね、繋がってるような感覚、それぞれの指が木の木でね、繋がってるような感じで、イメージしてみてください。肘なんですけど、ちょっとね、まあ、少しね、まあ、上げ気味ですね。まあ、このくらいでもいいですし、まあ、ちょっとね、このくらいでもいいですね。ただ、まあ、肩の力は、まあ、抜くっていうことは結構ね、大事にしていただけたらと思います。はい。はい、でね、まあ、足元、ちょっと今からやっていきたいと思います。そのね、基本はね、その立念やるときは腰をね、まあ、落とすと。はい。あんまりね、落としすぎると結構辛いんで、まあ、軽く落とすぐらいで大丈夫ですね。はい。はい。でね、まあ、体の重心をもうこうね、下に落とすような感じに、ダランとね、してみてください。はい。こうね、まあ、ポイントがあって、こうね、まあ、バランスボールがね、まあ、あって、それにね、こう仕掛けてるような感覚ですね。はい。ただ、こう、もたれかかるのではないんですね、そのバランスボール完全にね。このバランスボールの感覚をこうね、味わいながら、ちょっとだけね、腰掛けてるっていう感じですね。で、まあ足のね、まあ重心なんですけども、まあここをですね、まあここら辺にね、重心を置いて、腰を落としてください。まあかかとでもいいんですけど、まあ武術的にかかとっていうか、このね、まあこのね、あたりでもいいんですけど、その、ちょっとね、まあ武術的には少し攻撃が遅くなるっていうかね、まあバランスが遅くなるので、僕はね、まあこの、まあここら辺をね、重心として考えてます。はい。
一緒にこうやると、はい、はい、でね、その立線っていうのもその実はね動いてるんですよね、はい、まあ、大げさにやるとこんな感じ広がって、すぼまって、まあ、会合っていうんですけどね、広がって、ちっちゃくなって広がこの輪っかがね広がってちっちゃくなってっていうのを繰り返してるんですね。で同じように前に行って後ろに行って前に行って後ろに行ってでまた上下ですね、上に上がって下に下がって上に上がって下に下がってっていうのを、ね、同時にやってるんですよね、はい、同時にやってるし上に行って下に行って、すぼまって広がって前に行って下がってっていうのを、ね、繰り返してるんですよね。これね結構知らない人いて、これがね結構まあ秘術っていうかね秘術って言ってしまうとねちょっと安っぽく聞こえてしまいますけれども、結構ねみんな知らないポイントですよね。だからこういうふうに、まあ、自分の軸をね、少しずつね探っていくんですよね。自分の重心がどこなのかっていうの、そしてね体のどこに力が入ってるのかっていうのをね探っていくね作業なんですよね。ただこれをやるのが、まあ、その内功っていう、その内部の気を高めるね、まあ、練習でもあり、その武術的な身体をね、武術的な体をね作る、練習でもありますね、はい。まあ、武術でやりたいかどうかはまた別として、まあね、これをやるだけでもその気はね高まっていくんでいいと思いますね。あとまあ健康になりますし、ね、力が抜けるんでね、うまく自分の体をと対話できるんでね、どこに力が入っているのかとか、ね、どういう感覚を受けるのかとか、あとまあ気の感覚もね、このポーズをしちゃうとその気がね発生するんで、ちょっとねこの僕のねこの辺りね、まあ、何か感じる人は感じると思うんですよね。それはなぜかというとやっぱり気が発生しているからなんです。でどういうタイプの気かというと、本当ね気ね、まあこういう気ですよ、こういう感じのねエネルギーがこう立つんですよね、はい、ここにねこの真ん中にね、まあ、不思議ですけどね、このね前後ろ、上下、開くすぼまるっていうのは実はね足とかでもねやってるんですよね。その太ももとかね、そこら辺でもね、感覚ね育てていってるんですよね。なんかねこの木をね、自分でねこう動かしてる、揺り動かしてるような感じ、全身を使ってね、はい、まあ、ちょっとねこれをもう立前語るとね、ちょっと日が暮れちゃうんで、まあ、ほどほどにしたいんですけれども、まあ、こういうね、まあ、ポイントをね押さえてねやってもらいたいと思います。まあね、まあ、こういう感じでね、まあ、立前でねやるんですけれども、ね、ちょっとねそのやっぱりどうしても力が入りやすいんで、ちょっとね簡単になる方法をちょっとお伝えしたいと思います。それね、まあ、普通の立前は、まあ、こうなんですけれども、これはね下に下ろすんですね。そのままこの状態からそのまま下に行くと、はい。でその立前の時はその木をね抱くようなイメージでやってたんですけれども、今度はねここにねボールを持ったような感じでやっていただきたいと思います、はい。で同じように、まあ、腰はね少し落とした感じでエネルギーのボールをねこう抱くように、意識してみてください、はい。だからねこれはこれでいいんですけど、これがね、まあ、続かない原因っていうのは結構ねしんどいんですよ。肩がすごいね張っちゃって、ほんとこんな風になりますから、10分だけでもいいからねちょっと一回やってみてもらいたいんですけども、結構ねやばいです、はい。だからねそのまずはね慣れるまでは僕はねこれがいいと思いますね、はい。どちらかというとね、その実演というのは結構武術的なね、要素が高いんで、その、まあ、こういうねポジションでやってるんですけども、その元気を貯めるとかそのエネルギーを貯めるっていう部分では、まあ、こっちの方がね結構いいかなというふうに個人的には思います、はい。もちろんこれは立前は立前でやってほしいですけど、はい。ただまず初心者っていうのはね、このねこのね木のボールを抱くような感じの、練習をやっていってもらいたいと思います。効果はねほとんど同じですね。
で、これをやるときにも大事なのが、その指と指をこうね、つなげるっていう、木でね、つなげるっていうことです。親指、親指、人差し指、人差し指、中指、中指みたいな感じでね。で、ね、まあ、ここにね、今木が溜まっていくようなイメージで、やってもらいたいと思います。はい。結構ね、これいいんですよ。まあ、なんでかというと、ここにね、まあ、肩でんがあるから。まあ、肩でね、その第二チャクラを、鍛えるね、運動にもなったりするんですよね。はい。だからこうテレビを見ながらね、まあ、ちょっと腰を落として、まあ、このポーズで、まあ、ずっといるっていうね、のもありですね。はい。あとはね、まあ、マニアな方っていうのは、そのね、パワースポットとか、まあ、こういうね、結構エネルギーが高い場所とか、そのね、まあ、エネルギーが高い日、その、冬至とか夏至とかね、まあ、春分の日とか秋分の日とかね、結構外でやってもいいですね。はい。ただ、ちょっとね、人に見られるとね、ちょっと恥ずかしいんでね、まあ、そこは、うまく確保してやってみてください。はい。まあ、通報されないようにはね、気をつけていただきたいと思います。はい。やっぱね、でもこう、外でやってるとね、結構気持ちいいんですよね。その特にこういうね、まあ、夏至のようなね、特別な日っていうのは、その、天のエネルギーっていうのが結構高いので、まあ、僕はね、まあ、あまりね、外ではやらないですけど、まあね、そういう機会、そういう行く、なんかね、旅行とかに行く機会があったらね、たまにね、まあ、バレないようにやってもいいと思います。まあ、都会だとね、結構自然がね、ないんで、結構疲れちゃったりしますよね。はい。そういう時にはね、ちょっと自然とね、まあ、触れ合ったりね、ちょっとね、神社に行ったり、パワースポットに行ったり、あとはね、別園とかね、こういうね、まあ、気功法の練習もやっていただきたいと思います。
ちゃんとね、まあ、就航って言って、そのね、まあ、こういう感じで、ね、吸って、息を吸って、吐く。息を吸って、吐く。息を吸って、吐く。肩ねをね、気をね、集めてるんですよね。まあ、こういうことして、まあ、大体ね、気功の練習っていうのは終わります。はい。だからまあ、立位もそうなんですけど、まあね、スワイショーとかやった後とか、まあ、じっとしておくっていうのもいいですし、こう、立位とした、立位をした後とかも、こうね、終わりにはこうやるとかね。はい。まあ、そういうのをね、大事にしてもらいたいと思います。はい。どうだったですかね、いいね、感じたでしょうか。ね、いいね、感じた方がグッドボタン。あとね、まあ、立位ね、勉強になったという方がね、グッドボタン。あと、まあ、チャンネル登録よかったらお願いいたします。あとね、他に動画もありますし、質問か、そういえばね、コメントお願いいたします。あと、よかったら、Twitter とか Facebook とかやってるんでね、この動画よかったら、まあ、シェアもお願いいたします。では、以上になります。ありがとうございました。